JR 九州キハ125系機動車。キハ125系機動車。キハ125型機動車は、九州旅客鉄道、JR 九州の一般系機動車。キハ200系に引き続いて、ローカル線で使用していた、キハ45系や、キハ52などを置き換え、同時にワンマン運転を実施する目的で製造された。新潟鉄工所が製作した、地方鉄道向け車両である。 NDC シリーズの一つであり、東海旅客鉄道、JR 東海域波11系、島原鉄道機波2500系、日立中海浜鉄道港線機波3710系、松浦鉄道 MR-400 系機動車、水島臨海鉄道 MRT300 型など、兄弟形式が多い。NDC シリーズの標準的な18メートル級普通構成車体である。 ワンマン運転に対応するため両端部に幅 910mm の片開き扉を配置し、乗務員室ドアは省略されている。窓は開閉可能なユニット窓、上段加工下段上昇窓となっている。二両運転時でもワンマン運転を可能とするため、前面中央部に貫通扉を設けている。塗装は、三藤家英二率いるドーンデザイン研究所のデザインによる。 車体外部を明るい黄色い式で塗装し、部分的に、ロゴ、JR マーク i d c 1 2 5ロゴを配している。YDC は、イエローワンマンディーゼルカーの省略型で、車体側部にこの文字が記載されている。台車は、空気バネ台車の DT601K、動力台車、TR601K、付随台車が採用されている。期間は、NDC シリーズ標準の DM 階13。 ヘルツエンジンを1機搭載する。変速機は変速1段、直結2段式を採用し、変速から直結1速への変速は手動で行うが、直結2速への変速は自動で行う。冷房は基幹直結式冷房装置で3万1000キロカロリーのものを2機搭載し、暖房は3万1800キロカロリーの温水温風式を採用している。ブレーキシステムは、 キハ40型など在来車との並結も可能なで一、A 自動空気ブレーキが採用されている。またそもそも即ブレーキとして排気ブレーキも装備されている。座席は車端部をロングシート、他をクロスシートとしたセミクロスシートである。内装は灰色を基調としており、床材はグレー地に氷炭模様、壁面やカーテンもグレー地に白い水玉模様。 座席モケットは根地に JR 九州の車両で広く使われている氷柄である。図柄の選択は大胆ではあるが落ち着いた感じに仕上がっている。ワンマン運転用機器として自動放送装置、運賃箱、運賃表示器、整理券発行機を備えている。2014年7月2期派125から13が小倉工場で車両番号の変更を伴う改造を受け、 キハ125から113と、改版されて出場したことによって生まれた、新版台。優先席部分のロングシートが撤去されている。その後、キハ125から11、キハ125から14、キハ125から22も改造を受け、キハ125から111、キハ125から114、キハ125から122となった。2009年、 平成21年10月10日より、日南線の観光特急、海幸山幸に使用される特急使用車である。2008年、平成20年12月28日に廃止となった、第3セクター鉄道高千穂鉄道から購入した、トロコ風機動車 TR-400 系機動車が改造されたもの。本形式の400番台に区分される。2009年9月30日付で、 車席編入された。民鉄第三セクター鉄道に在籍していた車両が JR 車席に編入されるのは2004年に東京臨海高速鉄道から東日本旅客鉄道 JR 東日本に移籍した209系3100番台電車以来に例目となり、機動車では初となる。新旧の車両番号対象は次の通り。 海幸山幸としての運用については、当該記事を参照されたし、1993年、平成5年に1月に一時車11両、木ハ125から1木ハ125から11が、製造された。1から6が、唐津鉄道事業部唐津運輸センターに、7から11が大分運転所、現、大分鉄道事業部大分車両センターに配置れた。 続いて、同年12月に、二次車14両、キハ125から12キハ125から25が製造された。全車が大部に配置された。その後、2006年、平成18年に、7から9が唐津に転廃された。2015年3月には、1が唐津から大分に転廃された。一次車と二次車の相違は、 冷房送風口及び通風口のパーツの色が一時車では白で二次車では黒であること、貫通扉の車内側の塗装が一時車では灰色で二次車では朱色であること、さらには運転室の運賃箱上部の扉の形態が違うこと、エンジンから車内を通って屋根へと達するハ炎ダクトのカバーが車内において一時車では角張っているのに対し二次車では 丸まっていることなどが挙げられる。唐津配置車は、唐津線、長崎本線、久保田佐賀間を含む全線及び、筑飛線、山本今里間で運用されている。大部配置車は、久支隊本線及び、宝飛本線2018年現在、阿蘇文後武田間,間の普通列車は、キハ220系の運用である。過去には大部配置車が、築豊本線、 飯塚原田間で運用されたこともあった。2014年現在では本形式ものみ1から3両による、蘇生以外にも、キハ47系との並結並びに、車両点検時の台装などに充当される。二次車落成以降はキハ200型を両運転台構造とした、キハ220系の製造に移行したため本形式の製造は終了した。 2009年10月10日に臨時特急、海幸山幸として運転開始。キハ125から401が山幸として南郷方,方キハ125から402が海幸として宮崎方として常時連結している。編入時は、鹿児島総合車両所所属、日南運用、南宮崎駅常備だったが、2011年に、 日南運用が独立して編成された宮崎車両センター所属になっている。もっぱら日南線の宮崎南号間、日報本線の宮崎南宮崎間を含むに当てられる。また、運転日以外は貸切団体列車として運転され、キット線、被殺線などで運転された。海幸山幸としての運用については、当該記事を参照。 製造後から現在に至るまでの改造点としては、一時車の運転室後部の仕切り窓が開閉式とされたこと、二次車は製造時から開閉式、運賃箱に付属する両替機が新五百円高価対応とされたこと、非常用機関停止装置が装備後に撤去されたことなどである。また、 運転室後部仕切り窓に運転士または車掌の氏名を掲出する粘着式名札入れも取り付けられた。これに関しては JR 九州所有の他系列も同様である。トイレは製造当初は設置されていなかったが2003年平成15年より小倉工場にてユニバーサルデザインの一環として車椅子にも代用したトイレの設置工事が行われるようになった。2005年 平成17年には、全社完了した。その際に、トイレ設置部の窓は埋められ、トイレ入り口の向かい側の窓は開閉できないように、された。あ、2002年、平成14年には、大分スポーツ公園総合競技場が、FIFA ワールドカップの開催会場の一つとされたのに、再して、キハ125から18.19の車体に、ワールドカップの広告が重布された。また、 キハ125から20は、同年に試験的に UV カットフィルムを窓に調布したが、乗客のいたずらにより剥がされたりしたため、現在では一部の窓にしかフィルムがない状態である。2005年1月にキハ125から24が久し、大本線の追い駅手前の追い踏切で、トラックと衝突、一部損傷し、修繕を受けた。 この際車両番号の表記位置が従来とは逆のトイレ側に移された。2007年11月頃には一部の列車においてワンマン扉選択、扉開閉スイッチが速度計などの上部に移され、扉開閉スイッチには蓋が取り付けられた。2014年6月にキハ125から13が小倉工場で優先席部分のロングシートを撤去する改造を受けた。上、 現番台にプラス100されて、キハ125から113と、改版されて7月に出場した。車両番号の変更を伴う改造は、これが初めてとなった。その後、キハ125から11、キハ125から14、キハ125から22も改造を受け、キハ125から11、キハ125から 114, キハ125から122となった。 2016年3月から大分車両センター所属者の運賃表が LED からキハ200系や817系例万代で順次交換されているレシップ社の OBC ビジョンに更新された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。